しかしパキラってのは伸びるのが早いですね。あっという間にここまで伸びました。こっちの方もね、なかなかいい芽が出てきてますね。マイちゃんのね、マイちゃんって何がマイちゃんだよな。はい、じゃあそろそろ作りますか、今日の朝ごはんをね。朝は味噌汁をまず作る。マイちゃんのご飯も綺麗なんですね。味噌汁は何を使うかというところは問題ですな。油でも使っちゃったよね。それからこれでしょ。この2つで、舞茸このまんまでいいよね。大根ね、大根大根これで使っちゃえばいいね。大体もう決まりじゃね。それでここがね、昨日のご飯の残り、ほらこんなしか残ってないよね。これ残ってるね。これまた後で俺食うぞ。やっぱあ、そうだ、大事なこと忘れてた。今日はちょっとこの豆をね、青豆煮ましょう。大体このぐらいの量の水を全部煮終わると、いいですね。青豆ね、弱火でね、コトコトといきます。それでちょっとこれ、ほらステンレスの雪じゃ買ったんですよね。それでどうしたん。これ今日のまいちゃんのご飯ね、ベース。わざと玉ねぎ入れませんでした。余ったらまいちゃん食べさせようと思った。長ネギか、入れんかったですね。パヤッパオ、もうなんか前のご飯のために人生が回ってるようなもんだよね、これなんかね。ただこれだとちょっと野菜が足りないので、野菜が足りないってな。犬のご飯にそんなこと言うのって言うのはそうですけどね。このぐらいあればいいですね。一番外側は熱強いからね、あんまり使いきったら人間はまあ美味しくないから、前に食わせちゃうっていうのがね、この目標です。よいしょ、こんなにあるぞ、これ。ほらすごいよね。もうあの、なんていうの、人間が食いたいご飯だよね、これ。そこら辺の、なんか、ドッグフードみたいな飯食ってるやつやのに食わしてやりたいね。はやっぱ。この白菜さ、野菜なんか食うのなんて言うかもしれないけどね。あれの生命ってのはさ、他のその食べ物の中からね、なんていうの、その食べ物の中からこう生命を受け取ってるわけだよね。生命っていうのはこういう植物の中にあるたくさんの細胞だよね。その細胞の中にはものすごい数の、ものすごい数のこの マイクロバイオームとか、その何が入ってるわけでしょ。これがね、大体のご飯ね。もうみんなこれ、あっちやっちゃいましょう。そうとちょうどタンパク質もちょうどいいぐらいでしょ。タンパク質質、これうまいよ。まだうまいよ、この鮭は。そこそこおいしいんだよ。昨日いろいろとなんか作ってこれ食わなかったからね。これをこうやって食べさせてやりましょう、まいちゃんがね。お、今日もこれでいいね。これをそのままこう煮ちゃうと、何、生命がたっぷり入ったまいちゃんの今日のご飯が出来上がるわけですね。 OK。これ残飯っていうのかね、残飯というのかね、いけない、さっき肉ちょっとちぎってやろうと思ってたんだ。
これはうまいよ。これまた食う。こんな野菜多いの嫌だな。食べるだけで済ませるんだよね。はい。豆がね、コトコトと言ってきましたね。ちょっとコトコト言ってきたら、ちょっと中火から弱火にしますけど、まだもうちょっとね。味噌汁とうどんさ、ナンバーワンってなんだろうっていう感じがしてさ、やっぱ季節によって違うよね。言わないでいいじゃないかね。今日やっぱね、大根は相当上位についてるんだよね。大根はね、ここのとこちょっとあれだね、大事なんだよ。まゆちゃんのご飯に入れてあげよう。なんか歯ごたえなっていうね。大根ってのはさ、ものすごい組織がしっかりしてる上に水が多いでしょ、うん、もやしなんかに比べたら水は少ないけど、やっぱ大根の組織って、大根ってのは組織しっかりしてるよね。ちょっとこれ量多いかね。まあいいの。それが、はい、あ、ちょっとこれ、これ先やめたね。網焼き器を先に焼かないとなんですね。今日は何焼こうかな。魚は2種類かな。3種類あるといいんだけどね。3種類あるとこれは大体いっぱいなんですよね。はい、やっぱよいしょ。ちょっとね、やっぱ真面目にあの食事は考えた方がいいよね。そうしないとあんまりいいことないよ。今日は魚がね、これね、塩サバに鮭を2切れぐらい焼こうか。あと鮭1日2日木曜日になくなっちゃうね。木曜の朝なくなるね。まあ、どのぐらいのタイミングで魚がなくなるかはね、考えながら仕入れないとなんだよね。めんどくさいんだ、この仕入れとかさ、なんかが。ちょっとここ開くね。なんか使い切ろうか。そこには何入れようかね。おぉ、ありました。これね、カレイ。柳ガレイ、やっぱ、293円、柳ガレイがありますね。柳ガレイ、ちょっと塩で焼いてみようか、一匹ね。ちょっとカリコポって入った方がいいだろうね。どうしてくれようかね。柳ガレイ、やっぱ、それで、あとこれちょっと柳ガレイもったいねえな、これは。柳ガレイ、なんつ何しようか、これ唐揚げしようか。粒もそうだね。まあ、1匹2匹はね、大きいやついるから、大きいやつはそのまんま焼いた方が面白いよね。この2匹はこのまま焼いちゃおうか。これボロるからね、身がね。ここにほら、白この子供が入ってますね。ボロるからね、ちょっとここをこう縦に入れてあげますか。塩焼きがいいでしょうね。はい、じゃあ塩で焼いちゃいましょう。塩で焼いちゃいましょう。ね、こうやって柳ガレイに、柳ガレイはね、最後の方はこれちょっと弱火にしないとダメだね。
뭐로 올까? 띠띠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 
面白くねえ。にゅわーぽやっぽー。はい、で、なぎがえと、5分ね、柳ガレーを5分にしましょう。それで柳ガレーはあとはこれちょっとみんな細いからね、このまま揚げしまおうか。揚げるのはね、どうするかね、頭からドンと揚げちゃう、一匹丸々揚げちゃう、そうしようか。唐揚げうまそうだね。こう本せんべっぽくしたいからね、こう骨に側線にね、切れ包丁入れとくと骨にあの熱入るからいいですよね。ちょっとこうのも入れとこう。花火ごろ唐揚げでんねん、唐揚げでんねん、唐揚げでんねん。よいしょ。そしたら次は味噌汁だね。これ塩をちょっとしておいた方がいいね。塩しておいて唐揚げにしよう。はちょっとしょっぱいな。いいや、片栗粉パッとドンと揚げますからね。やっぱ、はい、そっちちょっと置いときましょう。火の口の数がね、ちょっと足りなくなりそうなので、ね、はい、で、ここから大根ですね。大根はね、もうやっぱり味噌汁の具ナンバーワンですね。この季節の大根のね、味噌汁はうまいよね。ちょっと何やっていいかな、わかんねえなってなった時はもうこれ使うね。これ使うです。すごい多いね。で、これをね、水から煮ましょう。水から煮る。つらむきした方絶対美味しいけどさ、めんどくせえからうまくいかないんだよ。人生は練習だとは言いながらもな、毎日なんか作んなきゃいけないからさ。よいしょ。この細胞の中に入ってるものすごい数の水があるわけだよね。植物ってのは水を食卓に運んできてくれる、なんていうの、あの水筒ですからね。こうやってね、この水をゆっくりと、そのゆっくりと水から煮るとさ、中の細胞の中に含まれてる水の温度、スープの水の温度がほぼ一定、同じぐらいなんでしょ。そうすることでこの細胞の中の水をゆっくりと食べることができますよね。これが水を大事にしているね、食事だよね。あ、こんなに入ってるんだよ。水分の量をね、なるべく少なくしてやるんですよね。いいやね。で、キノコとか、こう真菌類、菌類っていうか真菌類だよね。これはもうものすごく生命の、あの動物への入り口ですからね。植物の動物への入り口だから、とてもいいですね。この器でもね、まだ大丈夫だね。
수사도 많이 했네. 우스라게 뛸까 나한테 나는 그러네. 그래, 아게모노. 하이. 근데 국공이 우치감이 되게 좋네. 우치만 맥가 하이리마스. 네, この 정도 나와있습니다. このぐらいね. 네, この水から じっくりと 茹であげますね. よし, OK. で, こっちは今塩が1回 1回5分, 最初5分目は ピッピーましたね. 5分, 次の5分, 次の5分。 これは 柳がれい パヤパ。 もういいね、 これね。 いい感じ。 じゃあ次の5分 中火にしましょう。 中火ね、次の5分はね。 これも随分見えてきましたから、 こっち側で見ましょう。 ここの火をさ、2箇所以上使えないんだよ。はい、じゃあこれあげて、こっちとこっちとこっち一緒につけないんだよ。ちょっと根性なしだよね。お前根性なしだろう。根性なしの別れ、根性の別れつけんだよね。はい、やっぱ 水がバチバチと、さてと豆が始まったね。よいしょ。でこれから何するかが問題やね。これ前ちゃんのご飯だね。必ず前のご飯も味見ね。塩分をどのこうのっていうか、あれちゃんと味見しないとダメよ。これね、うめえ。 なんか俺いつも思うけどさ、マチのご飯うまいよこれ。ちょっと見習いなさい、そこら辺の難病指定の病気にかかる人。いや別に食事が問題だっていうふうにね言ってるわけだけど、だってさ、いろんな病気の、 こんな病気かかったよっていうドキュメンタリーのドキュメントみたいなの見るとさ、どう考えてもお前それ食事じゃないのっていう感じの原因だよね。もう毎日菓子パン1個ぐらいでさ人生過ごしててさ、で結局なんていうの、その病人にして食事変わったら手を治すとかさ、おいおい、それ割も食いすぎだろお前って、そういう感じだよ。どう思うんだけど、面白いんですけど、そういうのね。もう体験記っていうのはさ、病気の体験記っていうのは読んでてなんか笑っちゃいけないとは思うけどさ、笑っちゃいけない、本人はもう深刻だし、そうですね。 終わりよければっていうのがね、俺の病気の体験記だってさ、終わりよけりゃ今大笑いでしょ。結局はこのそのおかげでとってもいいことになってるわけでしょ。あ、ごめん、これ今あれ入れるのが出し入れなきゃいけないかもしれない。出し入れてゆっくり見てあげます。
そうするとこの大根の中の細胞の水がね食べることできますよね。これは味噌汁。ほうれん草ね。ほうれん草絶対一。ほうれん草絶対一。ほうれん草は砂がついてるからね。洗ってやると、これは前からね。明日の晩茶のご飯、ほうれん草入り。ほうれん草入り。もしかしなんかするんだったらさ、こうやってほうれん草のさっていうのが一番。あ、いけねえ、生のがあるんだった。生が使えないかな。失敗やね。っていうかまあ失敗ってことも欲しいほどの失敗でもないよね。味噌がねあと少しありますから。大根はすっごくあの塩味を吸いますからね。それを肝に銘じて料理を作った方がいいですね。大根のあのこの多分、ね、すごく。それなりの理由があるんだとは思うんだけどね。でこれも塩味かなりよね。うん、おいしいおいしい。ワン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 。ね、あとほうれん草を入れて、ピュッピュッピンピンピンで終わり。これおひたしだからね、早い話がね、ほうれん草のそれが一番おいしい形で入ってるからもうこれでいいですからね、火つけなくていいです。これで OK、 火はもう終わりで、こうやってやってね、火つけちゃいましょう。これが今あと5分ですね。5分で、2回目の5分が終わりましたね。そろそろいい感じですよね。もう一回5分ですね。中火でしたから中火で、こういうヤンリガレみたいな魚はボロりやすいんでね、中火でずっといきましょう。そうするとパリパリってなって美味しいです。塩が振られてるからね、すごく美味しいですね。もうあと弱火でいいね。弱火でいきましょう。はい、弱火で5分ですね。弱火で5分。でこっち側でカレーをやっつけられますね。はい、いやなギガレイパヤッパーね、片栗粉パヤッパこうやって唐揚げ粉がねこうの片栗が乗ってすごくそのなんていうの乾いた感じがするときっていうのはあのこの粉がパリッといきますからね、それはとても美味しそうになります。ほい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 、もうちょいだね。もうちょいしたらすると大丈夫、もう完成いいかな。
このまま焦がせ、あの、骨せんべいになるまで揚げてますからね。これちょっと天かすがついてるから、これをちょっと最後はしいたけと牛肉を炒めにしようか。牛肉がね少し残ってますから、あれも使わないと悪いよね。鶏肉はまだ大丈夫か。大体こうやってメニュー決めるときっていうのはあれだよね、どのぐらい持つかねみたいなのをね考えますよね。豚バラ炒めのも牛肉がこのね、どうしようか。これオイスターソースだね。オイスターソースという。で、ピーマンと牛肉でオイスターソースしようか。ピーマン、牛肉、まだ牛肉。だんだんまた、しいたけも出るか。だんだん、大げさになってきたぞ。お前の本性を見たぞ。音がね、もういい感じですね。乾いてきましたね。うん、いい感じだね。うん、いい感じだね。もういいかな。うん、もういいかね。There's the baby. My head is flying. I think it's the oil. The oil is very delicious. The oil is very うまそうじゃろ、うまそうじゃろ。はい、ここが5分終わりましたね。曜日でしたから、もうちょい、もうちょいの方がいいね。この鮭もうちょいいった方がいいね。弱火なんで、この柳ガレン合わせてみんな弱火にしたんでね。柳ガレは逆にもういいかもしれないね。柳ガレもういいね。他のやつらがまだちょっと足りない。これは本当に難しいところだよね。柳ガレだと別にすればいいんだよね。ほら、うまそうでしょ。250円ぐらいだったっけね、これでね。なるべく早く使っちゃった方がいいですよ。で、これをちょっと最後に強火で5分でいいかな。うん、強火で5分しましょう。ちょっとパリッとがしたいからね。はい、5分ね。これで OK です。こっちはもうこれで OK でしょ。この人たちは、まあいいや、先にこっちだね。はい、じゃあちょっと人参を面白く使って食べようかなと思います。人参ね。人参が本当に美味しそうなんだわ。で、こうやって寸胴切りっていうか、僕はトツトツ切りって言いますからね。トツトツに切るときね。トツトツ。トツトツ切りのときは、何が早くパー、はい、じゃあフライパンを用意しましょう。
油が多いかな、濃い油が多いような時はもう日向くポンと置いてあげてね、それをこう食べていきますね。日向く置いて油を出すようにしましょう。日向く置いて油を出す、ごく弱火ね。でその間に野菜切ってりゃいいですから。でその弱火の油で揚がって、あのいろんな野菜を調理して旨味を入れてって、最後はオイスターソースと醤油で味付けね。とにかく弱火だよね。しいたけと、しいたけとね、しいたけと、やっぱしいたけを切った方がいいね。ちょっと今回はね。で、あとはピーマンを入れよう。最後にね、最後にピーマンを入れればね。ピーマンは最後、日本酒のグラスでちょっとこれあれだね。ちょうど半分ぐらいちょうどいいんじゃないかな。グラッセ風にやろうぜ。グラッセ、ね、これをサッと入れてあげる。ピーマンはちょっと面白みを出しながら一分切って、こうやってほらなんか面白みが出るでしょ面白みが出たでございます。どうする、玉ねぎ入れるかな、ネギ入れて焦がすか、長ネギで焦がしネギにしようかね。そちらの方が良さげだよね。はい、はい、完了しよう。よし、もっとではね、ちょっと熱加わらないとダメだから、一番そこ置くけど、肉はあんま加熱されると困るから、こうやって上からね蒸してあげる。でこっち側にね、ちょっと味が出てるから、ここにはしいたけくんを招待しよう。じゃあ来たまえ、しいたけくん、君たちも頑張ってくれたまえ。はい、やっぱちょっと火止まってるじゃん。こっち火止まってましたね。これは困る。それは困るよ、まさに。そういう。じゃあまあちょっと肉でしましょう。ちょっと強火でもいいかもね。じっくりだよね、ここのところはね。もういいね。塩サバと鮭だな。鮭に塩サバ、鮭に頑張る。はい、こっちね。おお。強火で行くとあっという間に焼きが入りますね。焼きが回りおったな。おう、落ちないじゃん。よかったね。よかったね。ほんと。塩サバに焼きが入りました。よいしょ。あそこになんかね、今日の朝の残骸物がありますから。これ、まえちゃんのご飯ね、明日ね。
こなんですよ、これはね、いい声が入って参りました。それでもう油が切れてるかねって感じになりますから、こののをじゃあ皿に取りますか。ちょっとこれだと重なるな、重ねたくない。はい、じゃあこれにしましょう。この魚をここに乗せ、ほら、うまそうじゃろ。ね、カレーがね、ちょっとこれ、ちょっと切ってやってもいいかもね、食べやすい。こういう炭はハサミの方が切りやすい、取りやすいよね。この後ポコって1個食えますから、朝のね、娘さんのご飯にちょうどいいかな。こうもう一品ね、今作ってますから、どんどんジリジリという音がしたらしてね。もうこれで人参がね、熱入りましたね。うまそうだろ。このピーマンが入って、ピーマンにこんなオリーブ、これちょっとごま油入りました。ごま油はね、ちょっと入ります。弱火のまんまね、弱火のまんま、熱があの都合よく今に入っていきますからね。それでオイスターソースね、オイスターソースをこれ入れて、甘みが出ますね、オイスターソースとね。そこにオイスターソースってのはしょっぱみないから、こうやってしょっぱみを入れてあげて甘じょっぱくしてあげましょう。で、今度サッサッと入れて、はい、全体合わせていきましょう。こういう味でね、全体の味をつけてやると、うまそうじゃろ。で、今日はちょっと中華風に味を入れたいから、紹興酒なんかをね、ちらっと、これは鍋底の旨味をね、持ち上げるためなんでね。こうやったら今度こっち側もね、ちらっと、それで旨味を上げていきましょうね、外にね。で、にんにく、うまい。牛肉の料理、俺これが一番好きかもしれないね。人参がね、実に美味しく、グラッセになってるんですね。グラッセ、ごま油の香りがしてね、うまそうじゃろ。赤に青に黄色がねえな。なんで、いや別に余ることないよね。はい、これで、今日の朝ごはんの準備が随分進みましたね。大丈夫かな、これとこれ一緒になるかな。はい、ということで、あとこれに入れないとダメだな。色相、さっき失敗したからな。まだまだこれに入れないとダメです。あと30分は入れないとダメかな。
そういう時は電磁、あれもういくらや、水多かったね。この辺ちょっと片付けたら終わりだね。そしたら俺も寝るし、もう一回寝るし。やっぱ、まあ前はじいちゃんがさ、朝何時来るか分かんなかったな。最近は娘さんが朝ごはん食べてるのに、いいですね、この時間はね。で、寝て起きると、また仕事して、2時ぐらいがそういうような感じじゃないけど、まあ、ちろん今日は12時にじいちゃんのお締め買いに行ったんだよね。それで、帰った後で、ちょっと仕事して、で、うちに眠くなって起きて、寝たり起きてんだよね。寝たり起きたり、やっぱ、これがマジシャンのご飯ね、今日のマジシャンのご飯で、マジシャンの食べ物入れ、マジシャンのご飯、ありがとうございます。ご飯はこっちにね残り、こっちで今もう豆が煮えておりますね。はい、それでは皆さんも美味しい朝ごはん食べて元気に過ごそうじゃございませんか。こっちをちょっと